中国のオンラインショッピングモール、タオバオの2000万人以上のユーザー情報がハッカーに盗まれた事件で、評論家は中国当局が反体制派の打撃に厳しいネット規制を実施するばかりで、ネット犯罪や安全を守る面ではおろそかにしていると批判の声を上げています。ボイス・オブ・アメリカの報道によると、ハッカーがネット上に流出しているユーザー情報を利用して、 タオバオのユーザー名とパスワードを盗みました。報道によると、ハッカーは去年の10月に中国の電子商取引大手アリババのクラウンドコンピューティングのプラネットフォームを使い、ネット上に流出しているユーザーアカウントでタオバオに対し9900万回の登録を試みた結果、約2000万人のユーザーアカウントが当たりました。 中国では同じユーザー名とパスワードで複数のサイトに登録する現象が多いため、このような方式でユーザーの登録情報を入手する確率は非常に高いとされています。大部分都市用手机来支付の那么手机的安全就是个问题。中国不意余力的下大工場、所以手机监控。如果能做到手机监控的な、解决像类似这种金融诈骗这种案件的な、应该说是可以的。 超健さんは中国のネット詐欺は世界中で最も多いです。しかし、世界一流とされる中国のネット監視の技術は、それらのネット犯罪の防止には使われていないと指摘しました。今回の事件に対し、アリババ側はユーザーにパスワードを変更するよう伝えたほか、 一時的な保護措置をとっていると明らかにしました。新東人テレビがお伝えしました。